山口県の佐波川ダムには昔から幽霊の噂が絶えない。そこで若者2人は怖いもの見たさにビデオカメラを持って深夜現場へ向かった。とその時、私の方にもなんか出てる。わ、これ決まったね。顔がちっちゃい。彼は突然何に怯えたというのか、一瞬ではあるがカメラはしっかりと捉えていた。囲みの中央に注目してほしい。橋のたもとでしゃがんだ人影が手招きをしている。もう一度しっかりご覧いただきたい。手招きをする白い影、果たしてこの影、髪の長い女性の亡霊なの